ビスカヤのゲルニカの木の前で、フェロの遵守を誓うフェルナンド二世イフェロは、中世から19世紀のスペインにおいて、習慣や慣習に由来する社会的観光が法的価値を持つようになった規範、または国王などの統治者が所世の領域を治めるに際して、当該領域やその住民に常用した特権のこと。ブルボンが最後のフェロは後者を指した。日本語では、地方特権。 地方特殊法、地方特別法、地域特別法などと訳されるが、訳語は定まっていない。ラテン語のフォルムに由来し、カタルーニャ語では、フル、ガリシア語では、ホロ、バスク語では、ホルと呼ばれる。カスティーリャ王国、スペイン帝国においては、ほとんどの町や共同体がフェロの所得権を享受し、国王の受け入れがたい行動や命令に抗うための、 地方の防御策がフェロだった。フェロの維持はカスティーリア王国、スペイン帝国の安定や一体化に重要な役割を果たしており、1707年にスペイン帝国がアラゴン王国とバレンシア王国のフェロを廃止した際にはスペイン帝国内部のアラゴン連合王国諸国とつながりの深い貴族集団から抗議の声が上がったほどだった。特に バスク地方のフェロが有名であるため、ここではバスク地方のフェロについて述べる。バスク地方のフェロは中世後期以後に編纂され、15世紀から17世紀にかけて法典化されたが、第一次カルリスタ戦争後の1839年に縮小され、第三次カルリスタ戦争後の1876年に撤廃された。824年。 フランク王国軍を破ったバスク人はパンプローナを中心としてナバーラ王国を建国し11世紀前半の三蝶三世の地世にはカスティーリャ伯領からアラゴン伯領をレオナスティリアス王国やカスコーニュ地方までを支配下に置く広大な王国となった1181年にはドノスティア・サンセバスティアンが1300年にはビルバオが建設され特にビルバオは 免税特権をもとに、フランドル地方に向けた輸出貿易機構として栄えた。1200年頃までには、アラバとギプスコアが、1379年には、ビスカヤがカスティーラ王国に並行され、ナバーラ王国として独自の政治的派遣を確立していた。ナバーラも1512年にカスティーラ王国に占領された。しかし、バスク地方は、 カスティーリャ王国に併合された後も政治的独立、国税免除、兵役免除などを保った。14世紀以後に編纂された政治面、社会面での規範に加えてカスティーリャ王国起源のフェロレアルに民事上の規範を求め1526年にはビスカヤでヌエボフェロが1696年にはギプスコアでコディゴヌエボが策定された。 アラバでは統一された法典は存在せず、また、スペイン領、バスク3領域、バスク7領域に共通するフェロも存在しなかったが、それぞれのフェロは共通の特徴を有した。1716年には、スペインブルボーンアサが新組織王令を交付したが、アラバ、ビスカヤ、ギプスコア、ナバーラの4領域は、王令の免除地域として、フェロの存続を認められ、 16世紀から17世紀に策定されたこれらの法典が、旧来からの慣習法に変わる基本的枠組みとなった。カスティーラ王国の国王は、ビスカヤ領主に就任すると、ゲルニカに出向き、ゲルニカの多くの木の前で、フェロの遵守を宣誓する義務を負っていた。1839年までは、この宣誓なしには、ビスカヤ領主として認められなかった。1700年には、 フェリペ5世が即位してボルボンアサが成立するが、即位に反対したカタルーニャ君主国、バレンシア王国、アラゴン連合王国で、フェロが撤廃されて、カスティーリア化したのに対して、フェリペ5世に組みしたナバーラ王国とバスク諸県は、フェロと政治的初期間の存続が許された。1850年のイベリア半島における法域を示す地図、バスク地方は独自の法域にあった。 カルロス三水は、スペイン国内の市場統一を優先課題とし、1779年と1789年の改革によって、バスク地方の関税免除を撤廃した。産業革命を通じて、面織物工業に毛織物工業に変化すると、ビスケー湾の公益拠点校は、ビスカヤのビルバオから、カンタブリアのサンタンデールに移った。 ナポレオン戦争中の1808年には、スペイン議会の新仏派によって、バイオンヌ憲法が制定され、1812年には、反仏派によって、スペイン1812年憲法が制定された。これらの憲法は、中央集権的性格を有していたが、どちらの憲法も、戦時下のバスク地方には事実上適用されなかった。 1810年にはナポレオンがバスク地方やカタルーニャ地方をスペインのホセイッセイの統治から切り離し、バスク3領域はビスカヤ軍事政府下で史上初めて共通の統治機構を有した。1814年にはフェルナンド7世が福井し、カディス憲法が無効化されてフェロが復活したが、1820年にはカディス憲法がバスク地方にも適用された。 18世紀末から19世紀初頭には相次ぐ戦争で出費がかさみ、また産業革命を経たイギリスの鉄製品との競合に苦しんだ。1820年代末、バスク地方のブルジョワは、バスク経済のスペイン経済への統合と、スペイン国内市場の完全保護を希求し、1831年、サンセバスティアンのブルジョワは、 フェロの特権的措置の放棄とスペイン市場における自由公益の認可を提案した。この提案が認められれば、カスティーリアの農産物に対して、バスク地方の農産物が対抗しがたく、都市部のブルジョアと農村部との利害対立が決定的となった。カルリスタ戦争ではカルリスタが、神、祖国、フェロス、国王という標語で、フェロの存続を掲げ、 バスク地方の自由主義者もブルジョワ自由主義革命を妨げない範囲でのフェロの存続を願ったため、1834年に第一次カルリスタ戦争の講和として結ばれたベルガラ協定ではフェロの存続を認められた。1839年10月25日法では、スペイン立憲王政の統一性を損なわない限りという制限付きで、 スペイン国会がバスク4地方のフェロを承認し、バスク地方のフェロは事実上縮小された。ナバーラ県は1841年にフェロを廃止し、スペイン憲法の枠内で新たなフェロの体制を確立した。1868年に起こったスペイン名誉革命後、1872年にはカルリストがフェロの尊重を求めて、 第三次カルリスタ戦争を起こしたが、1876年にはカルリスタが敗走して自由主義者の勝利に終わった。戦争後には講和協定などは結ばれなかったが、1876年7月21日法ではバスク3県に対して兵役と納税を求めており、一般にバスク3県のフェロを撤廃した法律と解釈されている。この法律では、 原子相続制度などは廃止されなかったが、1877年には、一般評議会と特権議会が廃止された。ナバーラ県のバスク語協会やビルバオのエウスカレリア、会によって、フェロ体制の復興を目指す主張がなされ、都市部の富裕層、資本家層、知識人らに支持された。大い継承問題とは切り離されて、政治的にはリベラルであり、農村部に基盤を置くカルリスモとは、 全く異なっていた。1878年には、スペイン政府とバスク3県との間で、経済協約が結ばれたが、国税の徴収方法が、各県に一任されるなど、税制面に限って、フェローを復活させる内容だったため、資本家ソーラによるフェリスもは推備していった。スペイン1978年憲法は、 バスク地方のフェロを縮小した1839年10月25日法とフェロを撤廃した1876年7月21日法を廃止した。149条第一項8では民法に関するフェロを尊重するとしており、バスク4地域はフェロ体制を維持回復した。また、1970年代後半にはバスクナショナリズムが高まりを見せており、 不足一では特権を有する領域の歴史的処方を保護し尊重するとし、バスク州とナバーラ州固有の制度を具現化させる根拠が示された。1979年にはゲルニカ憲章が策定されたが、自治憲章の不足には歴史的処方の将来的な発展の可能性が明記された。2002年にはバスク州連打狩りの不安補正イバレチェがバスク州を スペイン連邦国家を形成する一国家のように位置づけたバスク自治検証改正案をバスク州議会に提出し賛成多数でスペイン国会に回されたがスペイン国会では審議も許されなかった2006年にはカタルーニア州が自治州検証を改正しその際にはバスク州ナバーラ州と同等の財政自治を目指したが憲法裁判所によって認められなかった リスカヤ領主がフェロ巡視を誓ったゲルニカの規格地域に共通するフェロは存在しなかったが15世紀から17世紀にかけて方展化されたフェロは大きく4つの特徴を有していた。ありがとうございます。